市川真は、日本の実業家。大和ホールディングス元会長。経済同友会副代表幹事。元大和運輸社長。広島県三木郡向島町出身。広島大学附属三原小学校。広島大学附属三原中学校。杉並区立高井戸中学校を経て、1968年。東京都立西高等学校卒業。1973年。 一橋大学小学部卒業、同年富士銀行入校。1996年富士銀行総合企画部副部長。1998年富士銀行人事部長。2001年富士銀行執行役員人事部長。2002年水保コーポレート銀行常務、執行役員リスク管理グループ、統括役員県人事グループ統括役員。 2004年水保コーポレート銀行常務、取締役リスク管理グループ、統括役員兼人事グループ統括役員。2005年ヤマト運輸常務取締役グループ、経営戦略本部長、ヤマトホールディングス代表取締役常務。2006年から、ヤマトホールディングス代表取締役専務、執行役員兼ヤマトロジスティックス会長兼。 ヤマトシステム開発会長兼ヤマトフィナンシャル会長などを務めるなどし、持ち株会社化や日本優先との資本、業務提携を担当。小倉正夫の長男、小倉康嗣が社長を退任しその後任の社長として、2007年、ヤマトウ代表取締役社長に就任。2011年には、ヤマトホールディングス代表取締役社長に昇格。 2015年ヤマトホールディングス代表取締役会長2019年ヤマトホールディングス取締役会長を退任2016年4月1日から新設された一般社団法人ヤマトグループ総合研究所代表理事を兼務同年4月28日から公益社団法人経済同友会副代表幹事国立大学法人一橋大学 経営協議会委員なども務めた。2016年4月、小松製作所取締役。2018年4月、ヤマトホールディングス取締役会長。同年6月、セブン銀行取締役。2019年4月、ヤマトホールディングス取締役。沖電機工業取締役。2020年、肥後銀行監査役。宅配便市場が成熟化し、 成長率が低くなる中、新たな市場開拓に注力した。2007年、独占禁止法違反で、日本郵政公社を訴えていたヤマト運輸の請求が、東京高等裁判所で棄却されたことを受け、記者会見を開き、裁判所で、ヤマト運輸に損害が生じていないとされた点につき、ヤマト運輸の経営努力により、損害が見えにくくなっていると反論し、 さらに国の信用力を背景に事業を拡大している点に問題があるなどと述べた。社長の風景現場に行くと、社員に一緒に写真に写ってください、と言われる。これが、また嬉しいんですよ。ヤマトホールディングス木川新。現代ビジネス。 h t t p コロンススララッシュッシュ現代 i s m e d i a j p スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ185392013年10月17日閲覧。ABC 役員木川真マオ電気工業2007年3月19日日経産業新聞大和ホールディングス木川新社長に聞く大和はなぜ革新的であり続けるのか 挫折経験が生んだ常時革新の風土。ダイヤモンドオンライン。http コロンスラッシュスラッシュディアマンド .jp スラッシュアーティクルズスラッシュザッシュスラッシュ367942013年10月17日閲覧。ヤマト HD、グループ総合研究所を設立マテリアルフロープラス2016年4月1日、経済同友会2008年7月11日。 日経産業新聞2007年12月13日日経産業新聞ありがとうございます。